車椅子の人って抵抗ないんですかって聞いたじゃん、うん、彼女としてで女としてに対して抵抗ないですかって嫌とは思わなかったの。あやばい、怒らしたなったらどう思うっていう、拭いてほしいって言ったら拭いてくれるの。いやじゃあ その事件がありましたね、ごめんなさい別れますっていうことが起こり得るかなって思うってこと。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はお付き合いしましたよ動画を出した時に、もう彼氏の話はしませんって、次話をする時はもう別れたと思ってくださいねっていうことを言ってたんですが、バリバラとかで車椅子の女の子たちの恋愛事情っていうやつを見たり、あとはやっぱり私にもなんかまこさんだからお付き合いできたんですよねみたいな感じのこう言葉とかをいただくことがあったので、うん、まあ確かに結果私もお付き合いできたけど、車椅子の女子はお付き合いできないっていうことではないのかなと思って、まあ、私がいつも車椅子女子の人たちに聞くような質問を私のメンズさんに対してちょっと今回直接聞いていこうと思います、まあ、要は特別なのかどうなのかっていうことね、聞いていこうと思います。だからここにいるんで、ここに。じゃあ彼氏さんは車椅子の人とお付き合いしたことがありますか？ Q&A 方式でいくから、今まで車椅子、今まではないですね。車椅子の友達はいましたか？友達もいないですね、まあ、ただ医療関係に携わることをしているお仕事だから、まあ、車椅子の人を見る機会はあった。それはありますね。じゃあ、もともと別に車椅子の人と接することに抵抗はなかった？うん、抵抗はないけど、じゃあ一緒に何かしたりとかは経験なかった。あ、そのご飯行ったりとかね。もちろん、そうだね。うん、初めてご飯に行った時に、車椅子の人って抵抗ないんですかって聞いたじゃん、うん、彼女としてで、女としてに対して抵抗ないですかって、嫌じゃないんですかってなった時に、嫌とは思わなかったの？あんまり思わない。そう、なんかそれだからどうっていうのはないかな。っていうことよりも、じゃあどうやったらサポートできるかなっていうふうに考えたっていう時点じゃん。そうだね。ご飯食べに行くとことか、うん、そういうのが一緒に行った経験ないから、うん、どういうとこだったらなんか一緒に楽しめるのかなっていうのは思ってた。それがなんか、うん、まあ、実際やってみて、この3ヶ月間やってみて、うんうん、臭いなって。だから1回ずつさ、どこだったらいけるだろうチェックしなきゃいけないわけじゃん。うん、そうだね。そう、うん、で、おいがいつも友達とご飯行くときって、まあ大体結構、まあ、みんな分かってきてる人たちとかだと、まあ、ある程度こう調べ方ももう分かってくれてるから、うんうん、お任せっていう時もあるんだけど、でも基本が、うん、まあ、おいだけじゃなくていろんな車椅子ユーザーさんとかに聞くと、まあ、友達と遊びに行くにしろこっちが決めると、うん、めんどくささをさ、相手にこう渡すのが嫌だから、うんうんうん、だからこっちが、私が例えばお店の人に段差どうですかとかさ、トイレどうですかって聞けば早いから、その仕事を、うん、させたくないなと思ってたんだけど、でも結構決めてくれるじゃん、うんうんうん、そうだね。ネット予約じゃ完結できないことをさ、やるのはさ、めんどくさいなって思わないの？うん、もともとネット予約に慣れてないから電話、結構電話しちゃうのもあるかもしれないね。まあ、てか、でも結構その、なんだろう、聞いた時にどうやって対応してくれるかで、なんかお店の感じもわかるし、うん、うん、だから結構、今まで行ってたお店で聞いた時に、うん、あ、全然大丈夫ですよって言ってもらったりして、あ、結構行けるんだって思ったりすることもあるから。でも、まあ新規の部分もあるじゃん。そうだね。そういう時もちゃんと電話して、車椅子なんですけどって。うん、そうだね。まあ一回聞いてみたいなっていう、直接聞いた方が安心っていうか店員、うん、さんの、はい、そうですね、反応とかね。そうだね、うんうん、まあ、実際でも、まあ、なんていうの、その観光みたいなさ、旅行みたいなのはまだまだしたことないじゃん、我々は。ザ観光地に行って観光しながら、うんうんうん、あれ見たりこれ見たりとかはまだしたことないから、なんかだ、そういうののまた一つの問題点としてさ、段差がありますとか、うんうん、それこそだから、うん、フラットは入れないわけじゃん。今までは事前全部さ、うん、予約して行ったけど、はい、ね、フラット、じゃあこの店入りたいですねとか、うんうんうん、
ここ見に行きたいですねっていうのがないから、うん、なんかその経験はないんだけど、うん、ただまあ別にもともとそんなに旅行がね好きなわけじゃないって言ったらあれだけど、まあめちゃくちゃ行く方ではないかもしれないけど、うん、でもまあ今までもそうだったけど、一緒にじゃあどっか行きますってなって、うん、まあ段差どうこうとか、うんうんうん、いろんな場面あったと思うんだけど、うん、まあその時にさ、まこがこうしてみたいな感じで言ってくれて、うん、まあそのままやるって感じだよね。うんうんうん。うん、だから本当に車椅子の扱いが本当に全然分かんなかったから、本当初心者。だから本当に段差越える時は、うん、私がキャスター上げをして後ろこうしてくださいとか、ね、あとはお姫様抱っこできるようになってくださいねとかさ、うん、そうだね。そう、おんぶできるようになってくださいねっていうのをこっちからお願いして、うん、まあだからそこの車椅子っていうもの的な部分に関しては、うん、まあ私自身もそんなにもうなんていうの、手、うん、なんか壁がないというか、うん、でもどっちかっていうともう一個排泄問題があるわけよ、うんうんうん、おトイレ問題の部分があって、バリバラでやってた、ね、子たちのやつ一緒に、うん、まあ、見てたわけではないけど、うん、こう共有した時に、うん、まあ、お湯は介助がなくてもヘルパーさんとかつけてもなくても一人で何でもできるから、まあ、トイレだって一人で行くし、うん、そうじゃない、もうちょっと障害が重い人たちはトイレ介助もその彼氏さんからしてもらわなきゃいけなくなると、うん、だそうなった場合やっぱりそこで女性として見てもらえるのかなっていう心配がまた一つあるわけね、うん、でだから実際、まあ、見せてはないし直接、うん、極力見ない環境が作れるのであれば見てほしくないなって思う。寝るときはカテーテル刺さなきゃいけないし、っていうときは 見ざるを得ない環境になるけど、うん、あとそれこそ尿取りパッドつけてるパンツ履いてますとかさ、うん、そういうのをさ見たときに普通の女の子じゃ見ないものをつけてるわけじゃん、うん、それを見たときにさ、なえないの？別にそれでどうとかはあんまないかな。私が直接そこで漏らしたことを見せてるわけではないからあれだけど、うん、ただ同じタイミングで止まって、でも私がトイレ失敗した時があって、うんうん、でも、まあ、先に寝てたから、うん、私がもうそれをこう気づかれないようにトイレ失敗したのも全部こうお風呂で洗ってとかっていうのをやってたんだけど、うんうん、もし実際だからそれに直接直面したら、うん、こういう風に喋ってる時とかご飯行った時に、あ、やばい、漏らしたってなったら、うん、どう思うっていう、まあどう思うっていうか、まあ直面してみないと正直わかんないかもしれないけど初めて経験することも結構多いから、うん、まあとりあえずそういうこともあるんじゃないって思ってるけど、まああったら教えてぐらいかな、わかんない、どうしたらいいか教えてくれるじゃないえ、じゃあさ、じゃ あの一緒トイレ、まあ、多目的トイレは一緒入れるわけじゃん、うん、だから多目的トイレじゃあ一緒入ってさ、拭いてほしいって言ったら拭いてくれるの？いやだって今までそういう感じだったじゃん、乗り越え方っていうかさ、まあ、階段登りますと同じ感じで言ってるけど違うよ、まあ、階段登りますと同じじゃないじゃん、違うかもしれないけど、でも別にそんなにそこに差は感じないっていうか、うん、やらなきゃいけないんだったらやろうぜっていう、物もあるしさ、匂いもあるしさ、でもやんなきゃ進まないじゃんそう別にだから どれだからどうとかない。一緒なの？いや一緒とは思わないけど、でもそういう、まあ、機会というかそういうタイミングがあったらもうそれで乗り越えていくしかないんじゃないの。それでもさ、その女として見れるわけ、うん、だから女はどうこうっていうよりとりあえずそこをクリアしなきゃいけないっていうことかな、うん、まあそうか、わかんない、まあ、まず経験ないからね、経験今まではね、そういう状態があった後に女として見れますかっていうこと。そう、いや、じゃあ その事件がありましたで、ね、ごめんなさい別れますっていうことが起こり得るかなって思うってこと。そうでもなんか、でもさ、ほらそのバリバラのトークのやつもそうだったけどさ、なんかそういう風に毎回っていうか、まあそうだね、サポートが必要な場合はあった時、ね、または泊まりに行った時は必ずそれをしなきゃいけないっていうのがあったからあれだけど、うん、だそういうことをしてたらやっぱ女として見れないというかさ、だからお別れしましたみたいな感じの話もあったじゃん。まあそうだね、そういうのは言ってたからね。
まあ、そう毎回とかじゃないからね、ちょっと同じ状況で話できはしないけど、まあ、確かに、うん、そう、まあ、男女であるべき姿はさ、私は大事にしてたいわけよ、うん、どうしてもできない部分っていうのを除いてはできるだけだから女の子でいれるようにっていうのはやっててさ、でもそれも別に障害あるなしは関係ないのかなって思ってる部分があって、うん、まあ、あなたの話じゃないんだけどさ、うんうん、じゃあってあのプレイしますって、うん、やりますってなった時に、うん、まあ、絶対お風呂入ってから やりたい派だからやりますってなって、でも車椅子になってからは着替えるのがすごい大変なわけ、うん、じゃあもう一回パンツ履いたりとかがすごく面倒くさくなって、そのセカンドバージョンの相手とね、うん、なった時に初めは頑張ってた、なんか T シャツ羽織ってみたりとか、なんかちゃんと下着つけてみたりとかっていうのを頑張ってたんだけど、うん、だんだんだるくなってくると、もう猪木スタイルみたいなさ、だからバスタオル一枚をさ、あ、なるほどね、かけるか、はいはい、または全裸で出ていくかみたいな、その、まあ、見られてるからもういいじゃんっていう感覚になってきて、なんかその、まあ、やった後とかは分かるけど、やる前からそういうスタイルみたいなさ、全裸スタイルでいてたらね、そのセカンドバージョンの人からなんかさすがにそれはやめてほしいって言われたの。なんかやっぱり、いくら見るとしてもちゃんと一回隠すっていうその行為がやっぱないと、別に見れないわけじゃないけど、それが続くのは良くないと思うっていう話になって、いや、まあマンネリ結婚生活的な話だよね。羞恥心がないのは良くないよっていう話になってから、うん、あ、そっか、でも確かにそうだよなって、俺が逆を思った時に、男の人がさ、お風呂上がり、うん、プリチンでプラ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 歩き回ってたら、うん、見慣れちゃうよなって思ってからは、ちゃんと服着ようとか、隠すところは見てるかもしれないけど隠そうとかっていうのは 100% じゃないけどねなんか意識ふっとちゃんと考えようって思うことはあるからさ、うん、だから別にそこは車椅子とか配列がさ、うん、あるから、その女として見れないとかじゃなくて、うん、ちゃんと自分自身もそれで努力して、うん、っていうのがちょっと大事なんじゃないかなって思ったの。まあ、車椅子だろうが車椅子じゃなくてもマンネリ化そうやってしちゃうっていうのは良くないことだから、うん、そういう努力が必要なんじゃない、別にその車椅子とか関係なく。そうそう、だから車椅子の女性だから好きになったわけじゃないし、うん、ね、車椅子の女性だからマンネリ化が早いわけでもないし、うん、だから、うん、そうだね。でだからかといってこの人が貴重なのかって言ったらそうじゃないじゃないかなっていう話をしたじゃん。私もそうだけど、もともと車椅子の女性を好きになってくれる人なんて、赤リンゴの中から青リンゴを探すようなもんだみたいな話をね、したのよ。そうだね。でも本当にそうなのかっていう話じゃん。うん、そうだね。どうなんだろうね。私がこう車椅子になってから、私のことに好意を持ってくれた人って他にもいたわけ。お付き合いしたいですって言ってくれた人がいたんだけど、うん、言ってたね、でも私は、確かに青リンゴを求めてはいるけど、うん、じゃあって青リンゴを見つけた時に絶対それを食べるかって言ったらそうじゃないわけじゃん。食べたいと思う青リンゴなのかっていうのは、別になんかそれはさ、私も選ぶし、いいんじゃない普通に。でそれが結局なんかさ、そうだもんね、恋愛だから、うん、なんかもう別に車椅子だから恋愛できない、なんか車椅子だから女として見られないってわけではないのかなって思った、ね、あ、そうなんじゃない。やっぱ今までそういう風に言ってきてくれる人いるわけだからさ、うん、結局だから車椅子うんぬんっていうより、うん、結局付き合う時もそうだと思うんだけど、その人自体どうなのかなっていうとこが一番大事だと思うから、その人と付き合いたいかどうかだけじゃないって思うけどね。人間的な部分とかさ、なんかそう、もちろんどっか行く時に気使うとかもあるとは思うんだけど、うん、まあ、それも一つの経験というか、一緒に普通のね時じゃ経験できないっていうか、うん、なんかまあそれもなんか一緒に楽しめたらいいなって感じかな。そうだね、うん、まあ、まだ数ヶ月なんで、まあ、そうだね、その後めんどくさいって言われるかもしれませんがいや、人としてめんどくさくならなきゃ大丈夫。おいが、そう
おいが？いやいやいや、誰でもそうじゃない。でもその要は普通に付き合っててもだんだんそういう風になるっていうパターンってやっぱ今まで経験ない？めんどくさくなる。めんどくさいというか、なんか最初と違う感覚っていうか、仲良くなればなるほど、やっぱお互い様だな。そう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 、やっぱそれが一番問題だと思うから、別にどうこうはない、うん、車椅子を好きになってくれたからもう何も文句言いませんみたいなさ、なんか好きになってくれてありがとうみたいな、ああこんな私をそう好きになってくれてありがとう、でも好きでいてくれるだけでいいんですっていうパターンの人もいるんよ。全然違う。なんか本当にこんな私を好きになってくれてありがとうみたいな、あそういう方もいらっしゃるってこと、うん、女性の方で。あそうなんだ。好きでいてくれてるから好きですみたいなさ、じゃあもう青りんごだったら基本好きっていうパターンの人もいるの。まあほら、まあ、好かれたら結構好きになるタイプの人もいるからさ、あ、うん、まあ確かにそうかもしれないね。うん、でも私はまあ違うんですか。違うよね。違うよね。確かに遠慮はしないというかさ、ちゃんと人と人ととしてお付き合いしてるんじゃないかなって、うん、そうだね、思います。だから私はマッチングアプリとかでも本当は普通に車椅子をもっともっと出していろんな人と出会った方がもっと世界が広がるんじゃないかなというかさ、出会いが広がるんじゃないかなというのは思っている。うんうん、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。